白紙がまとう愛の色、呉須です。シナゴスっていうのは天然の鉱石を使ってるんで、今の科学では解明できない不純物が入ってるわけなんですよ。それが人間の感性に関してなんか微妙に味わいというのが出まして、もうその発色の悪さが絵の具の深みになるわけなんですよ。透き通った青磁のブルーは黄色の鉱石から生み出されます。いろんな青磁があると思うんですけど、やっぱりその鍋島っていうのは特にその透明度が高い青磁、そこの素材で作ってるその特色ってあるじゃない、そこでしかこう作り出せない、そこら辺をやってるぐらいなもんですよ、僕の仕事の場合は。費用の里伊万里大河内山には究極の青を生み出す職人がいます。佐賀県西部に位置する伊万里市は江戸時代、焼き物の積み出し港として栄えました。しかしここから積み出されていたのはお隣有田の焼き物。伊万里にあったのは佐賀鍋島藩直営の窯です。藩用大河内山で作られていたのは朝廷や将軍家に献上する鍋島焼きです。高度な技術が外に漏れるのを防ぐために関所が設けられ、逃げ出した技術者はどこまでも追われ処刑されたと伝えられています。今も大河内山にはおよそ30軒の窯元が軒を並べ、伝統の技を受け継ごうと研鑽を重ねています。鍋島焼きは藍色の濃淡で表現する染め付け、赤、黄、緑の上絵を使う色鍋島、釉薬の焼成によって青緑に発色する鍋島青磁の3つに分けられます。全国で唯一、ろくろ、下絵付け、上絵付けの伝統工芸士の資格を持ち、令和元年度の現代の名工に選ばれた市川鉱山窯の市川浩二さんです。高度な技を代々継承しています。廃藩置県後は市川家がここの鍋島の窯元を守ってきたんですけれども、先代のうちの父も明治生まれの七人兄弟の一番末っ子だったんで、やっぱりその当時の時勢としては自分が本家を継がないと思って外に出てたんですけれども、腕が立ったんでここの当主としてやっていくようにという、たまたま私も七人兄弟で下から二番目なんですけれども、他の兄たちも全部焼き物の修行をしたんですけれども、僕が一番この仕事に合ってるということで僕がここをまた継いでやっていくようになっているわけなんですよ。特に焼き物なんかは小さな情報を指先に伝えてミクロの世界を感じながら作業するもんで、幼い頃からやっぱり球技とか他の鉄棒とかそういう握る作業というのはもう極力避けて、もう焼き物の作業にプラスになるようなことをやりなさいと言って育てられました。市川家には江戸時代の図案帳が残っています。献上品っていうのはこちらの方からこういうものを作って献上しますじゃなくて、上の方からこういうものを献上しなさいという命令が来るわけなんですよ。焼き物の形、またその焼き物にどういう図案を作るかという、その江戸時代の資料が今も
市川家の方に残っているのを今はそれを参考にしながら焼いてるわけです。呉須だけでデザインする染付、呉須で下絵を描き素焼きした後に彩りを加える色鍋島。一見華やかな色鍋島に目が行きますが、市川さんは染付にこそ注目してほしいと話します。このブルーという色を鍋島は非常に大事にしておりますが、これはあのお殿様が単にブルーが好きだというわけじゃなくて、日本には藍染めという技法があるんですけれども、この藍染めというのは1回2回3回と染めていくと色がどんどん濃くなるんですけれども、その最終的には何回染めてもその色より濃くならないのを留め紺というんですよね。で、留め紺の手前を色の濃い紺というのを褐色の紺、これを染め屋さんで勝ち紺って言ったそうなんですよ。その勝ち紺とお武家様があの戦に勝つという勝ちたいという気持ちが重なりまして、鎌倉時代にあの例えば今で言えば剣道の時の袴の色、その勝ち紺というのを大切にしてて、それが江戸時代になりまして、中国から染付のブルーが来た時に自分たちがあの勝負の時に着てた勝ち紺と焼き物のブルー、それが重なりまして、それであの鍋島の場合はあの染付の焼き物を大事にしているという流れがあります。染付に使われる顔料の呉須、アジアでは取れなかったため、当時は中東から中国までシルクロードで運ばれ、金より貴重だったそうです。現在は純粋なコバルトを含む発色の良い人工の呉須がよく使われますが、市川さんはあえて不純物が混ざり発色の悪いシナ呉須を使っています。発色の悪さが絵の具の深みになるわけなんですよ。例えば海の水、手ですくってみても透明ですけれども、深いところに行ったらもう暗い海の色になるんですけれども、あの天然のシナゴスというのはそういう作用があって絵に深みが出るんですよね。水墨画でいうあの宿墨とかいうそういう技法があるんですけれども、結局絵の具の発色をツヤがある発色、またはあのツヤがないマット調の発色、それをシナゴスの場合はできるわけなんですよね。それは絵の具の粒子の大きさ、あとはあの彩色する時の回数、それで呉須を鮮やかに発色させたり、マット調にちょっと暗めにしたりすることがシナ呉須では可能なんですよね。ただ人工の呉須ではできない。色の深みや濃淡はダミの技術で表現します。筆先にお茶をつけて筆先の絵の具を薄くして、そしてずっと段でいくと筆先につけたお茶がなくなって、でそれからあの筆の根元にある絵の具が出てきて、あのだんだん濃くなってグラデーションができていくっていうのは普通のあのダミなんですけれども、鍋島の場合は立体感を出すためにあの輪郭の方もぼかして自然と絵の具を流してするっていうことなんですよ。献上品としてその一品物を作るというやり方がよその産地のゴスとはだいぶ違うと思います。シナゴスは青と黒の系統に分かれていて、2つの色を混ぜながら表現していきます。この青いゴスはあのマット調がよく出るとか、こっちの黒いゴスはあのツヤが出るとか、そういうのをもう今まで何十年って分けてきて、その蓄積のデータがあるんで、僕なんかも思い通りに最近出せるようになったし、ただそれは昔より安易というだけで、やっぱり技術自体は相当あの熟練度がいると思います。最良の天然資源と最高の技術から生み出される現代の鍋島染付、しかし資源には限りがあります。歴史的に
こっちの佐賀の窯元は奇跡的に手に入れることができまして、大量に中国から、それで今現在もその呉須を使ってうちではやってるんですけれども、もうその呉須がなくなったらもうそういう品呉須というのは採取するのは難しいと言われています。新しい品呉須の材料というのも現時点では発見されてないので、早く人工の呉須でも品呉須に匹敵するような絵の具を開発していただきたいというのが僕の考えです。また染付を引き立たせるために白磁の色合いにもこだわります。陶土には鉄分や不純物の含有量によって特等石から四等石まで5段階に選別されますが、市川さんが主に扱うのは下から2番目のエリチューと呼ばれる陶土です。今の技術ですと本当に最良の陶土を作ることができるんですけれども、ただその場合あまりにも純白の焼き物で真っ白すぎるんですよ。で鍋島というのは染付の呉須の青を際立たせて焼きたいんで、あんまり真っ白なところに青をしても色の対比がはっきりしすぎて焼き物を好きな方からするとちょっと違和感があるんですよね。ですから江戸時代最良だったと言われるちょっと品質が悪いエリチューっていう土を使うんですけども、それはちょっと鉄分とか不純物が入っている土で製作するろくろも作りにくい、彩色もやりにくいんですけれども、自分がやりやすいとかやりにくいじゃなくて、鍋島として焼き上げた時の色の感覚ですかね、それが一番自分としては最良じゃないかなと思う土を使っております。大河内山に半直営の窯が置かれた理由の一つとされているのが青磁の石が見つかったことです。その採掘地に続く参道です。こんなんみんなあれよ、青磁の石よ、こういうやつ、うん、ここで採れる青磁の石を扱う長春青磁陶窯の小笠原博さんです。昔は流通が悪いわけじゃない、でそこのなんていうかな、産地になるためにやっぱりそこで材料が取れなきゃダメだよね。だからその結局条件があったわけよ。御徒山地場に焼き物を作る原料があり、釜を焚く薪があり、でそのエネルギーをもたらす水力もあったってことで、その御徒山にその幕末まで藩窯が置かれたっていう。今はこの近くまで道路が整備されていますが、当時採掘はとんでもない苦労だったといいます。おそらく道もなかったんで、私の祖父の時代はそれこそノミとハンマーを持って行って牛で出してたらしいです、ソリに乗っけて。木が生い茂った参道を50メートルほど登ると坑道が姿を現します。ここがずっと江戸時代に手掘りよ、手掘り、重機じゃないからね、これ全部手掘りで掘った山だからね。多分こういうやつが跡だと思うけどね、この辺が多分ね、飲みの跡だと思うよ、間違いなく。こことか、はい、こことか、こことか多分飲みの跡だと思うよ。石に含まれた鉄の量が焼き上がりの色を左右します。石の鉱脈って全部いいわけじゃないわけよ。この辺のことをまあそのいい石だって虎のっていうか、虎の尻尾って言う。でこうやって鉄の層が入ってるところがうまくこれと混ざり合って青磁の釉薬ができるわけよ。もうこことか最高の石よ、こういうとことか。
採石のための組合を組織し、ここを管理していますが、政治油が安く手に入るようになると採掘をする窯も減ってきました。しかし小笠原さんは今もこの山の石を使うことにこだわっています。山の鉱物資源を一番最初にやっぱり発見した人がすごいと思うんですよ。その人たちにやっぱり感謝をしながら 100% 利活用して、僕らそこにちょっとプラスアルファその技術を入れてやって、いいものづくりをしていけたらいいと思いますよね。粉末状にした鉱石を水にさらし、ふるいにかけ、細かい不純物や鉄粉を取り除き、釉薬が完成します。これがさっきのやつを繰り返して沈殿して、でこっち持ってきたのが沈殿した分で作ったのが青磁の釉薬。青磁の場合は上薬を厚くかけて色を出しますので、白磁なんかの薄い生地よりもやっぱり2倍から 2.5 倍の生地の厚さで作っていかないと上薬が乗らなくて剥離、剥がれたりするんですね。焼き物をする人は完成した形を想像しながらろくろを引くわけですね。硬い削る煮物に対しては硬いカンナを使う、柔らかいものを削るときにはこういう柔らかい、もう磁器の場合はやっぱ硬いからもう何度も何度もずっと厚みを調整しながら削っていくから。基本的に青磁の場合は絵付けをしないので、釉薬の色で見せるその技術なので、形フォルムだとか、あとはもう彫刻をしてデザイン化していくみたいな感じで、釉薬は上から下に流れるので縦の線の結局デザイン的なものが美しいんですね。削ってで深く入った部分に釉薬がそんだけ厚みがかかるんで、濃い青が出て、結局表面のこういう尖った部分は釉薬が乗らないから白くなる。そして素焼きをした器に釉薬をまとわせます。僕が求めるやっぱりその鍋島青磁ってやっぱり透明度が高く、他には類のない青磁を作り出したいと思いますし、特にその原石があるわけですから、その原石をいかにうまく使いこなすかで、その いろんな色の表情が出せるわけですね。本焼きはガス窯で行います。昔は薪や石炭で窯焚きをしていたため、美しく焼き上げるのは至難の業でした。300年とか400年前の江戸時代にはなかなか青磁の完品ってないんですよ。釉薬の縮み方が大きいもんですから、割れたり破損するのが多いんで、割とその完成された鍋島青磁っていうのはないですね。今僕らの時代になってやっと火の調節が要因になったんで焼けるようになったんですね。鉄の多い石を使ったり、少ない
一生うまくミックスで上薬を作るんで、だいたい均等の色を出せますね。青磁の焼成温度は1250度から1300度ですが、同じ青磁でも焼き方で発色が異なります。こちらは酸素の少ない低温度還元塩で焼いた青磁、そしてこちらが酸素を多く含む酸化塩で焼いた青磁です。ガスの調整だとか空気の入る調整をバルブを調節しながら焼いていきます。いくらガス窯とはいえ、窯の扉を開けるまでは気が抜けません。窯を開けるときってやっぱり9割ぐらい心配なんですよ。自然の鉱物の釉薬で作っているので安定しないわけなんですよ、その温度が、溶ける温度が。だからそこのバランスが本当紙一重なんですよ。流れ着かせるのも溶けが鈍いっていうのは、釜詰めをするときに直接火が当たるところ火力が強いんでやっぱり焼けるんですよ、ものすごく。理想のものを色を出したいっていうのはその積み方でやっぱりそのバランスを考えて、そこら辺はうまく加味しながらで考えながら進んでいくわけですよ。リスクはものすごく大きいんだけど、そのいい色が出した時の喜びがものすごくあるから、開けて大体の自分が狙ってた色とか形とかできてたらやっとホッとするみたいな感じで。今回の出来はベストではないです。普通に開けてみたいな感じで。小笠原さんは今も理想の色を求め続けています。美しいっていうよりも自分が求めてる色を出したい。ある程度までは自分で色を出せるんですけど、まあ、最後はその釜の炎にその委ねるっていうか、その自分の英知が届かないところでその釜が焼いて色を出してくれるみたいなのがありますけど、やっぱりもともとにはその原石から掘り起こして釉薬とかも作って一連の過程の中で色を求めてるんで、まあ、一概に自分が求めてる色っていうのは多分死ぬ時に多分出せたっていうあれができるんじゃないかなと思いますよね。まあ、沖縄の海のエメラルドグリーンもあれば、あのイタリアのあの洞窟のブルーの透き通った色もあるし、そこら辺をうまく加味したその焼き物青磁でしか出せない色、そこら辺をやっぱり追求していつかそこに到達したいなと思いますよね。今作り出すことができる色に満足していないのは市川さんも同じです。自分の感性に合う色を出したいと思うのが職人さんだと思うんですよ。で、江戸時代の職人さんがその時出したのが他の焼き物の産地よりいくら色が素晴らしくても自分の中で 100% じゃなかったと思うんですよね。ですからもしその江戸時代の人が寿命がなくてずっと長く生き続けたら新しい色をどん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 追求していたと思うんですよ。で、その方が今現在もし生きていらした時に見た時に、あ、自分の望む色がこれだったんだと思われる鍋島のその時代の職人さんが作りたかった色を想像して色とかそういう彩りを作るようにしています。美への追求は時代を超えて、紀葉の里大川内山では今を生きる職人の錬磨が続いています。究極の色を求めて。